でもなんかアナーキズムって超ざっくり言っちゃうと、はい、なんか中学生みたいなメンタリティで生き続けることはできるんだろうかみたいなのに関わってるかなと思うんですよ。人間ってこう社会の中で育っていく途中でなんか気づくと学校とか、はい、なんか会社とか、うん、国とかよく分かんないものが大量にあって そうですね、そういうものに飲み込まれていくときにすごい違和感を感じる時期とかあるじゃないですか、うん、でなんかわけの分かんない抵抗してみたり、はい、わけの分かんないファッションしたり髪染めたりとかして、だけどほとんどの人は気づくと平石さんのようにスーツを着て社会に適応してるわけです。平石さんのように、はい、でもそのなんか中学生のメンタリティみたいなものを持ったまま成長できるかとか、はい、あるいはそれをもっと建設的な方向に作り変えて、うんうん、今ある国家とか企業みたいな組織とは違う形の社会の仕組みみたいなものをゼロから作っていけるか、そうですね、まあ、そういうところに関わってるのかな。確かに。